旧学入試問題、複雑そうですが、いかだ次第では単純な角度問題です。では始めましょう。そのあの角度を求めてください。海上中学の問題です。では解説します。青い三角形の内角の和により、残りの角は 180-88-27 で65度であり、緑の三角形の外角定理より、右上の角度は128-65で63度となり、赤い三角形の内角の和により、求める角和の大きさは 180-63-53 で64度が正解となります。